久保さん、今回、傷にしましょうか。まあ、傷の舐め合いみたいなね、ありますけど。まあ僕は、あの、海事く君のね、兵頭会長が、ここだよ、ここと。わからんのだと。人の痛みはわからんのだと。それが真理だと。もうわからんですよね <laughs>。確かにわからんんだけど、人っていうのはその思うことができるので、まあ、 その思うっていうことを否定するんだったらもう人間じゃなくなるんじゃないかなといやだからいや久保さんも同じ痛みをね骨折した人の痛みが分かるのかとお前も骨折しろみたいなね <laughs>、うん、植物人間の気持ちが分かるのか久保哲郎お前も植物人間になってみろっていうね多分まあそうなんだけど <laughs> すいませんそうですねっていう 確かにそうですね。僕は植物人間になりたくないっすみたいな。だけど、思うことはできるよっていう。うん、で、その、まあ、思う、なんかね、僕が教習所で、その、すごく印象深いお話があって、その、教習所免許を取得して、まあ、卒業式ですね。卒業式のときが6若い、僕が18歳の時か。そう、免許取れたみたいなね。 まあ本試験はまだ受かってないんですけど、学校を卒業するときですね。あとは、その、なんだ、あの、試験だけと受けに行くみたいな、100問のチェックシート。で、その、卒業式の時に教官がね、こんなあの生徒に言うんですよ。交通事故の原因わかるかと。お前らはこれからね、免許を取って路上にこう、行くわけなんだけど。 交通事故の全国の交通事故はなぜ起こるか分かるかと。ういと。なんでだと。なんで交通事故が起こるんだと。原因は何だと。そう。で、まあまあみんなが何か答えるんですよ。で、僕、何答えるか分かんないですけど。で、その共感がね、あの、事故が起きる理由っていうのは、ほとんどが譲り合いの気持ちがないんだと。思いやりの気持ちがないんだと。 うん、俺が俺がっていう風に進むからあの事故は起きてるとだから事故を起こさない、えー、ためにはあの譲り合いの精神思いやりっていうのは大切なんだとだお前らあの免許取ったらねあの譲り合えと思,思いやることが大事だぞみたいなこと言ってて、まあ、結構ねなんか深く僕は心にこう記憶されてるんですけどなんかいい話だなっていうでもまあ全部の事故がね あのー、まあその譲り合いとか思いやりで防げるかっていうと防げないものもあると思うんですけども、まあ、教官はねもう何十年も働いていて、まあ、そういうデータも見てるだろうし、まあ、いろんな遭遇をしてると思うんでうん多分まあ譲り合いだったり思いやりっていうのがあれば事故は防げたんじゃないかなっていう事故が非常に多いと思います。 何が言いたいのかっていうと生きていく上で思うっていうことが、うん、大事なんじゃないかなっていう、うん、思いやるっていう思いやる気持ちを否定するんだったらどうなんすかね、うん、その人の人生はもしかしたら事故,事故るかもしれないですね、うん、そう人間って思考もあれば感情もあり精神もあり いろんな部位でできてるので、うん傷。傷。傷を負った人に対して、うん。まあ、いろんな角度でね、こうすれば解決できるんじゃないか、みたいなね。そんな意味あんのかみたいなね <laughs> そのそ。スパルタンですけどね、そんな意味あんのかみたいなね。その悩んでも意味あんのかみたいなね。うん。でも まあそれも一つ一理あるんですよね。悩んでも意味あんのみたいな <laughs> だけど、悩みに寄り添うっていうものも人間だろうし、うん自分はその悩みは悩まないけども、あそういう悩みがあるんだ、じゃあその悩みに対してはこう解決すればいいんじゃないかなっていう。例えば、そのうん久保さんの話をね、もっと分かりやすくならば、医者に、医者にね、医者に見に行ってね、なんか、 がんですねみたいな先生に僕の気持ちが分かるのかといや分からんけど <laughs> 分からんけど治しましょうよっていう <laughs>、ね、<laughs> いやそれ言ったら医者いら,んいらないじゃないですかみたいな <laughs> 医者が医者全員病気にかかんないといけないですよねど,どうですかうんだからまあ、うん、まあ 僕もね、使うことはありますけどね。そのトークとしては。時と場合によってその手法を使うことはあるんだけども。うん、まあ、傷に対してどう思うかっていうのが、まあ、人間らしい、その人の人間らしさが出るんじゃないですかね。うん。ロボットじゃないですからね、人間は。うん、だからまあ、ねえ、 ネットビジネスに関しても怪しいなぁと思う人もいれば可能性があるなぁと思う人もいるし人それぞれ思い方は自由で、うん、でもその思い方その思い方次第で受け取り方次第でその人の人生は変わるし事故るのか事故らないのかも変わるだろうし、うん いってらっしゃい。